はい、それでは先ほどのモーターがどのぐらい速いのか見てみます。見てみます。見てみます。まずは HD3。 ハイパーダッシュ。はい、家にね、なんかコースとかあって、いいとこの子なのみたいなとこは、とりあえず触れないでおきます。4秒83ですね。はい、次。ハイパーダッシュモーター。初期のやつですね。これでいこう。ハイパーダッシュモーター。4秒88。嘘。20年以上使ってないんだよ、これ。ハイパーダッシュ2。最近のね、2もちょっと走らせてみたいと思います。これ、全然鳴らしてないやつ。ゴー。4秒71。全然鳴らしてない。ハイパーダッシュ2一番速い。はい、次。闘魂モーター。39,800って書いてるけど、ガッツって書いてるけど、うわ、焦げ臭いぞ。だるまか豆だるまになるんじゃないでしょうか。スタート。さあ、これもいい、なかなかいい 火事にならずに済みましたが、4秒86。変わんねえ。はい、じゃあもう全然変わんないんでね、もうぶっ込みます。青島のブラックマグナムモーター、行ってみましょう。これは早いでしょ。レディーゴー。さあ、これもいい、これもいいぞ。出たー、やっぱり早い。ブラックナムナム 4.68。 マジか。まあ、手押しでね、ストップウォッチやってるから、ちょっと興奮してるところもあるんですけども、いや、それにしても4.8なんとかよりは絶対早いね。はい、じゃあゴールドチューンいきましょう。これ一番派手だからね。次、ナナシの金ピカのモーターいってみましょう、ね、M4R、 青い黒いやつ。これハイパーミニモーター。5秒01。 4.75。5秒66。5秒75。次、これね、名前のないやつ。ハイパーダッシュみたいな。4秒51。バカ、これバカ。タイヤ汚っ。ハイパーマグナムでしたっけ？行ってみましょう。おお、早い。早いぞ。早い。出た。6秒9。トルネード。行っちゃいます。トルネード、まさかのショート。M&Y も、ここのね、銅のとこはもうなくなっちゃってたんで、これも、なしということで、一番早かったのは、この名前のない、なんかわかんないやつでしたね。疲れた。タイヤ汚っ。これ一番いいわ。